さよなら。ウィスパー。妖怪ウォッチ。よっしゃやるぞ妖怪ウォッチ。どうもキヨです。いやキウォッチです。いやいやキヨです。はいキウォッチどっちでもいい。前回はここで終わって、あの回復とかいろいろ言ってたらちょっと夕方になっちまったんだけど、ちょっと夕方から夜にかけてってさ雰囲気が出るじゃん。雰囲気がだからね、このままやろうかなと。いきます。これラストなのかな、もしかしたら今日最終回になるかもしれないって前回言ってたよね。わあ本当に力が流れ込んでいやがる。これなら誰にも負ける気がしねえ。やらせるもんですか。本田の家にかけてあんたを倒すわ。いや倒すの俺なんだろ結局。そんなひょろひょろの体で俺に立ち向かおうってのか。あーダーリーの平和の生活は私が守ってみせるんだから。心配すんな、俺たちが人間界を支配したら責任持って面倒見てやるからよ。そんな押し付けはごめんですね。ちゃちゃっとやっちゃいましょう。うん、始まって早々だな。早々だよ、早々、早々をぶっ倒してやるよ。戦う技でうっえ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 っ、このさ、撃てってあの指示が出た時のうっえっえっえっっていうのがね、ちょっとねハマっちゃってんだよね、自分でも。よくパート1か2からずっと言い続けてる気がするわ。誰から行く？これ兄貴だな、全員兄貴だったわ。行くぞ、ジバニャン。なぞれ勇者ジバニャンは進化させないからね。でもさ、レプリカがいるからさ、そっちを進化させていいんじゃないっていう風にみんな言ってるもんね。ちょっと待って、攻撃力がやばい。水筒マジ狙われるんだけど。変えよう。位置変えて技で回す回す回って回って回って、あ、やばい。勇者危ない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 。待て人玉バースト。よし、一応ね。あ、待って危ない、勇者危ない。狙うで、兄貴。これ黙ってでももう勝てんじゃね。いけ。いいよ。ライジング、インパクト。それはゴルフだ、関係なかった。おい、オッケー、勝った。いいね。まあ、1分ぐらいか。これで勝利か。どれぐらいもらえる？最後なんかもらった、あのさ、経験値玉じゃなかったか。まあ、ダブルバ、まあ、いっか。これでなんて他の町っていうかさにもいんのかな、もしかしてフラワーロードの方とかにも。くそ面倒見てやるって言ったのに。なんだよそれ、やめろよ。お前実はいいやつで俺が倒しちゃった、間違って倒しちゃったみたいな感じやめろよ。なんでそういうちょっとさ好感度上げるような一言残してく。やれやれ、人間界のことは人間に任せておけばいいんですよ。さあ邪魔者はいなくなったわ、ダーリン。早速結果を入りましょう。おう、うん、おうだって。おうって完全に俺の意思だった。うん、晴れ晴れ桜酒、歌っちゃえもう桜酒。これでどうなる。お、どうした、ふみちゃん。桜、さっきまで咲いてなかったのに。ふみちゃん、そこ来るまでに多分桜咲いてる箇所あったと思うよ。じゃあ、やったわ、桜が咲いたわよ、ダーリン。これでここの結界は大丈夫です。急ぎましょう。うん。キヨッチ君、うんしか言ってないぞ、さっきから。どうした、なんか忘れたか、宿題やってないとか思い出したか、実はそれどころじゃみたいな感じになったか。キヨッチ君、大きな容器が大森山へ逃げていきます。桜ニュータウンに結界を張ったことでかなり弱っているようですよ。イカカマネを妖魔界に戻すなら今しかチャンスはありません。追いかけましょう。大森山に逃げたね、オッケー。大森山に逃げたタヌキさんね、オッケー了解。じゃあ待って回復して大森山行くわ、回復してくるわ。よーし準備万端、行くか。夜になったしな、ちょうど夜になったわ。じゃあ行くぜ。これでこっちに行って、またあのあそこには行かないんだよね、妖魔界の方には。これ息切れしないで、あ、何これ、何、雪降ってんの、まさかここだけ雪降ってん、あ、出た
みんな揃ってる。結界が再生した。だがもはや私を止めることはできん。この地に流れる妖気を我がものとし、私は妖魔界と人間界の頂点に立つのだ。結界などいかにも無意味だ。あ、やばいやばい、溜めてる溜めてる。うえぇー、なにそれ。え、もうちょっとシュッとかっこよくなってよ。フリーザ的な感じになってよ。え、気持ち悪い。トグロ 100% より気持ち悪い。やだやだ。戻って戻って、鼻から出てるよ。鼻から足出てるよ。いかーかっかっかっか、私の真の力を見せてやろうじゃないか。妖魔界と人間界の頂点に立つとか、そんなこと俺たちが絶対に許さない。その通りです。観念して妖魔界へお帰りなさい。お、ジバーニャ久しぶりだな。ここにお前のよしはニャイ。妖怪が人間などの味方をするのはいかがなものかと。いいか、私に協力すれば人間界を手にすることも可能なのだぞ。そのようなものに興味はありません。私たちは人間と共存し生きていく道を選びます。ソニャ、エミちゃんの暮らすこの町を脅かすわけにはいかないニャ。エミちゃんやキボッチの生活は俺っちが守るニャ。そうずらよ、悪いことしたらダメずら。コマさん、いやー、なんかお前裏切りそうで怖えわ。飼いならされ妖怪の誇りを忘れるとはいかがなものかと。もはや話すことは何もない。人間界はこの私のものとなるのだ。全世界の支配者となる私の力を、その身をもって思い知るがいい。来るか来るか、うわ、来る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 。よし、深呼吸だ。よし、行くぞ。吐かないぞ、息は。覚悟はいいか。来た来た、これラストバトルなのか、これラストバトルなのか。うわ、ラスト癖、完全にラスト癖よ。まずどこ狙う。予想は足を一本ずつ削っていく。あと目、そこら辺だな、予想は。あ、行こう。鼻とこの下の4つの足を削って、あ、左右もあるかな感じがするな。ちょっととりあえず、じゃあ全体攻撃の、あ、水筒でいこう。いくぜ、スタート。回して、もういつもより早く回そう。白の衝撃、何、味方のいい効果を打ち消された。マジで大丈夫大丈夫、行こう行こう。で、早送りして激流一戦。そう、激流一戦で、待って、鼻の足は狙えんのか。あ、なんだ、いいのかこれで。技やる、なぞる、なぞる、ミスは許されない、ミスは許されないよ。イバーナの術、こういいよ、オッケー、行こう。で、早送り、チャージ完了。やばい、取り憑かれてる、取り憑きか。これ下げるか、一回。まあいいや、一回攻撃食られてるから下げていいぞ。下げる、お払い、お払いしちゃおう、お払いしちゃって。なんだなんだ、なに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 なんすか、なんすか、なになになに、何が起きてんの今。なんかさ、アップになれなかった、その、え、なになになに、あ、わかった、オッケー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 、それね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 、了解、これね、了解。いくぜ、技で回して回して回って回って回って、オッケー、いこう。71か、結構食らうな。ぐらいで回復してくんねえか。ヤマタのオロチで行って、技で望みいる、行こう。望みいる、あ、減ってんね、望みいる、望みいる、望みいる、行こう。やばい、フライで回復、ナイス、自分で回復した、よく回復した。で、狙うで行こう。こっちも狙っときたいな。オッケー、打っといて、刺して技で行こう。回す回す回す、やばい、白の人来るよ、白の人来るよ。味方のいい効果、まあこれは最悪、まあ一旦稼げると考えていいだろう。で、行って、ダイオルバー、まあ湘南の風、湘南の風で溜める。技技技技、打とう。あ、そっか、あれ必殺溜めるやつだったのか、ラッキーなのそれは。そう考えたら、技技技、行こう。攻撃イカスミか、イカスミパスタ、何来る、イカスミパスタ、ナイス。ロゾミール食らわなかった、ノゾミール、さすがだ、ノゾミール、さすがだ。これで回して交換して、ノゾミール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 行こう、ノゾミール行こう。あ、やばい、回復してる相手。
ときめき百鬼夜行を狙う、狙おう狙おう、アイテムで回復使っちゃおう。お、大回復使っちゃっていい、大回復使っちゃっていい。狙う、回す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 、火の人来るよ。これはでも効果打ち消されるだけだから大丈夫で、これで大滝秀治の術、大滝秀治の術で百裂日球どこまで行く、百裂日球どこまで行く、狙うで、狙ってさそう、狙おう。アイテムでちっちゃい回復もしとこう、回復しといて、こっち回復しといていいでしょ。狙うで、アイテムが、ちょっと待って、来るぞ、そろそろ来るぞ、開くぞ。でもこれで必殺で誰も溜まってねえから、開いた時にちょっと不利だな。来た、ちょっと待って、回復しとこう、回復しといて、やべ、間違った、回復、勇者を起こしよう。これで回復、技来た、ラッキー、うっ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 、オッケー、行こう、ナイス、いい回復だね。ナルシの助け減るのはいいよ、まあまあまあ仕方ない。でこれ結構減るしょ。アイテム使いたいな、アイテム使いたいな、アイテムでレーグルを使う、大回復、これで行こう、一気に回復しちゃおう。ドリル触手、まあ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 、最悪ここは大丈夫だろう。誰もたまねえな、誰もたまねえな、どうすかな、アイテムも使えないし、うわやばい、出す手がない、何もすることがない、早送りしかない。何目回るって、何でよ、マジかよ。まあいいや、いいね。で、相手溜まったからちょっとここら辺はいつも通りの、あのこれなくしたあそこまで行くのはあれにしよう、必殺技が出てくるまで。またそれかよ、行こう、一気に行こう、一気に行こう、目回らないかで、ね、これ大丈夫大丈夫大丈夫、取りつき、やばい、全員取りつかれてるわこれ、もしかして、やばい、こんな状況ってある、こんな状況ってある、やばい、こんな状況ってあんのかよ。攻撃誰もできないしさ、待って待って待って、お祓いお祓い、なんでよ、全員取りつかれてるって、全員取りつかれてるってなんだよ、お祓い、こってるこってる、なんだなんだこいつ、なんだか色変わったぞ、色変わったぞ、色変わったぞ、気持ち悪い、本当に本当に気持ち悪い、本当に決まってる。待って、技だと回して回して、これどこ攻撃すればいいの、これどこ攻撃すればいいの、かわせかわせ、誰かかわせ、おいおい、また全員取り付かれんのかよ、もうそれやめてよ、全員取り付き、お払いお払い、回して回して、食らってんのか、これ見てなかったわ、お払い、お、あーやばい、何してんの今、何してんの今、何の時間、今何の時間、今何の時間、お払い、ちょっと待って、 3DS がさ固まっちゃってる、全然わからない。ナルシストナルシストがいねえ、ナルシストがいねえぞ、なになに、え、待って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 、水筒今回復させたよね、俺今水筒回復させたよね、なになに、ちょっと待って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 、やめてやめて、水筒死ぬ、やばい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 、これ本格的にやばい、本格的にやばい、本格的にやばい、やばい、アイテムで回復、今一回荒らすよ、一回荒らすよ、一回荒らすよ、あ、待って、これ死ぬな、やばい、溜まってる、やばい、これやばい、これやばい、これやばいって、これやばいって、マジやばいって、これマジやばいって、これマジやばいって、こんなことしてる場合じゃ、こんなことしてる場合じゃない、ちょっと入れ替えよ、入れ替えよ、入れ替えよ、入れ替えろ、入れ替えるな、やばい、死ぬ、これ絶対死ぬ、やばい、うわ、死ななかった、死んだ方が展開的に良かったのかもしれないけど、死ななかった、なんかさ、死んでさ、わーっていうのちょっと期待してた自分がいたんですけど、水筒ーって、水筒はもう死んでんだった水筒はもう死んでんだった、ちょっと待って待って、何何何、ちょっとやめて、一旦回復させたい、みんなを、アイテム、バンバン、水筒死んじゃ、水筒死んじゃ、アイテム、パンを使う、パン使って狙っていこう、狙っていこう、狙おう狙おう、目回るよ目回るよ目回るよ、2回よ、よし、最悪この2人ならお払い OK、
二人ならオッケー。やばい、望める死んじゃう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 な、これ望める死んじゃうな、多分望める死んじゃうな。ナイスラッキー。回してやばいな、みんなちょっと待って、危ないぞ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 、もうラスト一発だ、いけ、もう攻撃しろ、もう何でもいい、攻撃しろ、何でもいい、いけ、望める死んじゃう、行こう行こう、フラスパ、いけ、攻撃しろ、誰かしら、何かしら攻撃しろ、いけ、なんでなかなか知らない、いけ、あ、そっか、あいつまだ鼻毛があった、くそやろ、マジで？待って、マジ、腹いい、死んじゃってるし、いけ、もう誰がいいや、誰が攻撃して何してもいいから頼む、誰か早くやって、やった、倒したんじゃない、来たんじゃない、やったマジハラハラした、回復薬いないとこんなに積みかけんのか、あぶねえ、いやー、あぶねえなー、誰やられたの、ババーンと水筒とナルシストか、まあ、いや、望みうるさえ生きてれば俺としてはいいから、ちょっとお茶飲むわ、あー本気で無言になってたな、どこかところどころ無言になってたな、喋ってる部分だけ使おう、疲れたー、全員もらえんだよね、これ一応、はい、いいね、いやー疲れた、もうマジで疲れたんだけど、汗かいちまった、アイテムは深い漢方、漢方って意外と大事なんだな、終わった、いかん、なぜこの私がこんな結末はいかんじゃないかと、お前たちのように人間となり合い誇りを失った者たちになぜ私が、妖怪の誇りって何なんでしょうね、私はキウォッチ君の執事になれたことを誇りに思っています、俺っちだって後悔しないにゃん、ほらもずら、エンマ様はよく言ってましたよ、この世に最も必要なのは支配などではなく友情なのだと、思い知ったでしょう、これが私たちの友情パワーです、ウィスパー、これイカかもね、どうなの、完全に消滅、お朝になった、一番びっくりしてるのはそこかもしれない、朝になった、京地くん すごいいい表情してるね、終わったのかな、いいえ、まだ終わっていません、終わってねえの、終わったのかな、家が早いな、終わってねえの、私たちには妖怪エレベーターを閉じるという大仕事が残っています、え、そっか、え、これどう、え、お別れするってことなんだっけ、あ、やばい、この BGM は卑怯だわ、泣かせようとしてるもん、やばい、進めよう、妖怪エレベーターを閉じちゃったらウィスパーたちも消えちゃうんでしょ、あいつを倒したのに、なんで、イカカモネがいなくなっても妖魔界は未だ混乱しているはずです、その混乱の影響で悪い妖怪たちが人間界に来ようとするはずです、それを防ぐためには妖怪エレベーターを閉じるしかないのです、そんな、キウォッチ君、出会いには別れがつきもの、ここで出会った時から私たちが別れることは決まっていたんですよ、さあ妖怪執事ウィスパー、最後の仕事です、ウィス、
この封印で妖怪エレベーターが使えなくなるはずです。閉じろ妖怪エレベーター。執事の役目はこれで終わりです。私たちは元の世界に帰ります。ですが悲しむことはありません。バイバイにゃ。きっとまたどこかで会えますよ。これでお別れですね。バイなら。ありがとう、ウィスパー。さよなら、妖怪さんたち。終わったか。いやー、はい、とりあえず全力で楽しむ妖怪ウォッチ、実況はここまでとなります。ありがとうございました。もうめちゃめちゃめっちゃ楽しかったー。いやー久しぶりだったなー、こうやって長編の RPG やるの。本当に何年ぶりなんだろうってくらいこういう RPG やったんだよ。しかもさー、俺もうね、まあ、はっきり言うよ、もうはっきり言うけど、パート1でも言ったかもしんないけど、なんだよ妖怪ウォッチってって思ってたんだよ。もう小学生とかがただ流行ってやってるだけだろみたいな。あー、ドハマりしたね。面白かったわ。でさ、この実況やってたらね、まあ、ツイッターとかでもそうなんだけど、ちょっと見て買おうかなと思って買ってやってみると、結構ハマっちゃいましたみたいな意見とかもらってさ、あー、嬉しいし、俺もハマってんなって思っちゃうしね。結構ハイペースで更新できたし、ちょっと、素直に楽しめてるんだなっていうのがね。本当に楽しかったわ。だからまあもう今のラストのエンディングが本気で悲しくなってしまったで、皆さんはどうだったでしょうか。楽しんでいただけたのかな、わかんないけど、まあ俺本人が楽しめたからいいかなと思っております。で、まあこの後のねストーリーとかもあるらしいんだけど、とりあえず妖怪ウォッチの実況は一旦ここまでにして終わろうかなと思ってて、まあ皆さんが気になってるか気になってるかないかわかんないんだけど、妖怪ウォッチ2の方はね、まあこのエンディングの部分では何も触れないとこかなと思います。やるもやらないも特に触れずに、とりあえずこのエンディングが流れてる間は妖怪ウォッチ1が楽しかったっていうのと、それの妖怪ウォッチ1の振り返りをしようかなと思ってるんで、2にはね、あえて今は触れない。ただ終わってから触れるかもしれないね。もうそこら辺はちょっと濁わすわ。最後まで見てもらおうとするために濁わすわ。で、ワンの振り返りをしようって今言ったばかりなんだけど、私エンディングトークというものが苦手なもので、もう話すことがありません。こここうだったな、ここ良かったなとかいろいろあるのかもしれないけど、
特に話すことがないっていう、今この矢部さんっていうのがすごい声優いっぱい担当してんだなっていうことに衝撃を受けたぐらいだね。結構同じキャラの声優をなんかやってんだね。ここにさ一匹だけの声優でさ、カタカナでキヨって出てきたらみんな衝撃を受けんだろうなすごい衝撃を受けんだろうなみんなえ、お前やってたみたいな感じになるんだろうないやー、キヨチくんよかったよ。アニメの本当の名前はケイタくんなんだっけ。まあ俺の中ではね、キヨチくんとして一生生きてもらえますよ、俺の心の中では。キヨチくん、勇者ジバニャンにね、ウィスパーは結局戦わなかったけど最後仕事をしてくれたしね。あれ、ちょっと一つ疑問言っていいですか。木あったじゃん、外側から封印って貼ったらさ、中に入れないんじゃないの。そういうのは違うんだよね、きっと。封印したらもう妖怪が一気に封印されちゃうんだろうな。こういう余計なことを突っ込むなってますよね。終わりそう。ありがとうございました。レベル5さん、本当に楽しかったです。そしてエグゼクティブプロデューサーさん、本当すごいよね、すごいよねって、なんかそれだけの感想も失礼だけど、楽しかったです。日野さんに、株式会社レベル5さん、そして見てくれた皆さん、ありがとうございました。これで終わりなのかな。またいつもの毎日が始まった。ごく普通の、終わった。なんだよこれ、もう最高の終わりだな、泣きそうになっちまったよ。もう新しいクエストが追加されましたも泣きそうになっちまったよ今。もうこういうのせこいよ俺。人前ではな、あんま涙流さないんだけどさ、一人でいるときはもうさ、ボロボロに泣いちゃうぐらいさ、泣き虫だから。もうやばいわ。しかも一つのゲームクリアしたっていうことだけで泣きそう。で、どこに行くんだ。おー、タイトルか。よし、じゃあ最後挨拶して終わろう。妖怪ウォッチ実況プレイ、皆さん本当にご視聴ありがとうございました。またいつかお会いしましょう。じゃあね。みんな、妖怪ウォッチ2の実況でまた会おう。どうもどうも。今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない文なんだけど、そのね、矢印の横にあるURL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。